よろしくお願いします。皆さん一緒にやってください。ちょっと気まずいのでやってください。いきますよ、せーの。はずき、ありがとうございます。ポピー部のムードメーカーはずきです。よろしくお願いします。ではい、参りました。初会場です。トピアドームホール初の会場で初の2人です。ちょっとルアーメンバーのルアーが体調不良で休みになってしまって、うん、初めてのね、そう、はずきまゆのペアでライブに行って、これでコンプリートです。あとは私が一人で出るだけでコンプリートですね。いつかあるかな、いつかあるので。というわけで今日ツインテールの日なんだよね。11月22日はいいツインテールの日なんで、今日は2人でね、ツインテールにしました。登場の仕方を今日はちょっとパクらせていただきました。なんか本人たちに許可を取ってません。なんかありがとうごめんね。なんかね、変えたいな。2人だから自由にやっちゃいましょうということで、ちょっとさっき変えてみました。やりたいなっていうことだよね。うん、やりました。じゃあまずじゃないや、 SNS の個人、私たちメンバーで、なんだっけ、個人でコピアイベントして、 Twitter と Instagram と YouTube やってます。 Twitter はライブの詳細だったりとか、かわいい自撮りが載ってたりして、で Instagram はメンバーの日替わりで更新していますので、今日も誰かがメンバーに更新します。はい、で、YouTube、アイドルキャンパス制作委員会っていうチャンネル名のところにですね、私たちの先ほどね、うん、歌った曲だ、曲のミュージックビデオだったりとか、いろんな動画たくさん載ってますので、Twitter と Instagram のフォローと、あと YouTube チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、最後の曲へ行きたいと思います。それでは聴いてください、私イズム。
ルアーがお休みで2人での出演だったんですけど、明日から3人になるので、明日からね、ちょっと秘密があって、ちょっと重大発表があります。はい、明日から新衣装に変わります。やったー、イエーイ。そして、あとね、私たち、なんと明日、新曲、2曲初披露させていただきます。イエーイ。ルアが戻ってきて3人になったら、また新しいパピームを見れると思うので、よかったら明日も遊びに来てください、はい、お願いします。お願いします。明日のライブのお知らせ、あ、そうだ、明日、上野公園の水上音楽堂でライブに出演させていただきます。新しいこといっぱいあるので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。お願いします。ね、衣装がね、どんな感じなのかと、そう、2曲、新曲どんな感じなのかなって想像して今日帰っていただいて、明日上野に来てください。来てください、なんだっけ、嬉しいです。だなんかね、明日楽しみにしててください。そして、なんだっけ、この後、はい、3時25分からテイクオフ物販になります。 A のところで行うので、今日ね、この衣装最後になるので、デビューから3ヶ月ずっと着てきたんですけど、最後のこの衣装でも物販になるので、はい、ぜひぜひチェキを取りに、あとお話ししに来てください。来てください。待ってます。待ってます。はい、今日、トップバッターで ね、めっちゃ緊張したんですけど、はい、ね、早いことでタイムテーブルが出た時にね、トップバッターじゃんってなってびっくりしたよね。早いことですが、もう終わりの時間になりました。はい、明日ね、よかったら来てください。じゃあ終わりましょうか。はい、はい、以上、私たちパピアイベーでした。ありがとうございました。